今日はこちらです。おって書いてありますね。お趣旨。おいしいお酒とおいしい料理を求めて、今夜もソロ活始めます。鹿児島市千日町にあるお寿司へ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。何名様ですか？一人です。一名さん、はい、はい、お寿司屋さんですか？こちらはですね、酒を飲ませる店、はい、酒を売る店を寿司と言いますので。あ、はい、お寿司じゃないんですね。お寿司じゃなくてお寿司です。鹿児島県民に日本酒を楽しんでもらうのがコンセプトのお寿司。全国25種類の日本酒を風情ある和の雰囲気で。今日はいろりの前でよろしかったですか？いろりがあるんですね。そうですね、はい、すごい。旬の魚や野菜などをいろりで焼くのがお寿司流。初めてです。本日は楽しみ、はい、金婚湾で獲れた、はい、あの天然鯛の小鯛がありますので。鯛、はい、わ、美味しいですよ。贅沢。わ、お魚。まあ、こちらの焼き方は源氏焼きっていう焼き方にもなりますので、はい、立てた状態で焼くのが源氏焼きになります。なんかタイムスリップしてきたみたいな。待ってる間に日本酒でもお出ししましょうか。お魚に。いいですか？お待たせいたしました、はい、こちら七田です。七田、佐賀県の日本酒で、はい、佐賀県、あの純米酒ですね。いただきます。フルーティー、結構味がしっかりしてますね。そうですね、一口目からもフルーティーな感じが出る、うん、ちょっと甘みもありますね。はい、そうですね。日本酒をたしなむ間に古代がいい塩梅に焼けたようです。うん、炭の香りがふわってするのと、ね、はい、身がジューシーですね。遠赤外線効果でですね、外はカリッと、中はジューシーに。いろりを見ながら、はい、そうなんですよ。飲むって、はい、なんかこの心が、そうですね、日本人らしいですよね、はい、うん、素材の味が生きた旬の野菜もおすすめ。目にも楽しいいろり酒、しっぽりとソロカツ、いかが？